この通りだよな。なんか500円くれるとかって、500円分のなんかクーポンだかな、クーポンじゃないか、ポイントよくわかんないけど、なんかくれるみたいなのがあってチャージしに行った。いや、もう行かなくなったな。もう図書館で本を借りるようになったら。あ、お弁当どんどんここにあるんだ。アネリン、アネリンもうやってんの？準備中だよね。自転車はどこに置けばいいんだ。マスクしないと。ファミペイのチャージしたいんですけど。音楽バトルイベント、レッドブルサウンドクラッシュ。
止め品がないね。au Pay でここら辺で何か買えるのかな。分かりづらいなこれ。ウーバーイーツがいるよ。マスクを取ったりつけたり。とりあえずファミリーマートで、チャージしたから。本当脳トレだね。何をどうしてどうやってっていち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 考えてやるっていうのは、あ、そうそうそう、思いついた。今日思いついたのは、要するになんで簿記が増えたか、ね、認知症、簿記がなぜ増えたか、ね、っていうのをね、昔は、まあ、要するに一次産業ね、僕はまあ林業やってたわけだけど、林業もそうだけど、農業も漁業もね、
プップ鳴らすなよ、クソ野郎、本当に。農業とかね、要するに四季、季節とともに、季節の影響を受ける産業って言ったらいいのかな、は要するにその季節ごとにやることが変わるわけよね。前向いてあげる、回る、前向いて。例えば季節によって作業が違うわけよ、やることが違ってくるわけよね。そうなるととてもじゃないけどボケてられないわけよ。次は何するんだったっけ、去年はどうしたんだったっけっていうことをまあ思い出さなきゃいけないわけよね。今僕なんかやってるのは庭仕事というか庭いじりね、庭いじりをやってて思うのは、やっぱり庭も四季に応じて作業が違うし、いろいろ庭自体も変わるからね。そういうこともあって、で咲く花も変わる、それ要するに対応するね、なんだ植物も変わればね、まあ要するに家庭菜園なんかやったら特にそうだよね。またこれも変わるというようなことをまあやってて思うのは、いちいち思い出さなきゃいけないわけよね。この季節はこうする、この季節はこうするみたいなことを。だからそれがご希望棒につながるんだというふうに思うわけよ。だからそれがなくなってきたわけよ、今もうこの現代。スーパーマーケット行けば、ドラッグストア行けば何でも売ってるし、何でもっていうかもういちいち考えなくても季節、要するに野菜にしろ、肉にしろ、魚にしろ、もう季節なんか関係ないからね。今春だから夏だからとかって考える必要がないわけよね。高いか安いかぐらい。だからそうなってくるから結局ボケてくるわけ。今がで なおかつ、ね、エアコン効いた部屋にずっといて、鈴木250cc なんだ。でかいな。というところで到着。